キーキャドはオープンソースの枝用のソフトウェアスイート。電子回路設計とプリント基板への変換を容易にする。キーキャドはジーン・ピエール・シャースにより開発され、回路図エディタと PCB 配置設計のための統合環境を特徴としている。ツールには部品表の作成、アートワーク、ガーバー、PCB とコンポーネントの 3D 表示のパッケージが含まれている。 キーキャドはグルノーブル大学で働いていた寺院、ピエール・シャースによって1992年に最初のバージョンがリリースされた。それ以来、キーキャドはボランティアと寄付によって開発支援されている。特に大きなトピックは2013年にセルン BECOHT セクションがオープンハードウェア開発を社会的に促進するためのツールの一つとして、 キーキャドの開発にリソースを提供し始めたことである。これにより開発は大幅に加速し、市販の枝ツールのレベルに近づいた。キーキャドはバージョン4.0.0以降にポイントリリースバージョン管理スキームを採用した。これはセルンの開発者が本格的に開発に参加し、より高度なツールを実装した最初のリリースだった。セルンは寄付を通じて開発者を 寄付はキーキャドのウェブサイトで受け付けている。キーキャドというソフトウェアは5つの主要部分から構成されている。ピークブヌーによる PCB のレイアウト作業ピークブヌーの 3D ビューキーキャドは回路設計、PCB レイアウト、ガーバーファイル作成、確認、ライブラリー編集といった設計プロセスのすべてで使える統合環境である。キーキャドは WaxWidgets で書かれており、FreeBoost、Linux、Windows や MacOS 上で走るクロスプラットフォームである。多くのコンポーネントライブラリーが利用でき、ユーザーはカスタムコンポーネントを追加できる。カスタムコンポーネントはプロジェクトごとに利用でき、どのプロジェクトでも使用するためにインストールすることができる。例えば Eagle といった他のエアプリケーションからコンポーネントを インポートするのに役立つツールもある。コンフィギュレーションファイルはプレインテキストで記載されている。このことは CVS か SVN とのインターフェースするのに役立ち、自動化されたコンポーネント生成スクリプトを作るのに役立つ。英語、カタルーニャ語、チェコ語、ドイツ語、ギリシャ語、スペイン語、フィンランド語、フランス語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ドイツ語、 ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スウェーデン語、中国語などの複数の言語でサポートされている。3D の PCB ビュー機能は Wings3D の細分化モデラーで実装されている。k ーキ c a d は組み込みの基本的なオートルーターを持っており、あるいは Java ベースのフリーウェアのフリーラウティングを使用することができる。その場合には、 PCB デザインは、スペクトラ社の DSN ファイルに出力され、フリーラーティングに読み込まれる。自動配線が終わった後、その結果は、スペクトラセッションとして保存され、キーキャドのピークブヌーモジュールにインポートバックされる。類似名のキーキャドという商用の電気系、カナダドルソフトが存在していたが、2014年のバージョンアップ後は、カナダドル E となっている。 ありがとうございます。